粗品です。せいやです。うん。まっすぐ。上級なぞなぞ。いつもね、問題数少ないから、もっとパンパン答えて。10問いこう、10問。10問いきましょう。お願いします。王子様が食べるプリンに使われている隠し味は？王子様が食べるプリンに使う。お酢、プリンスやから、酢。オッケー。いい。おい、おい。スタンス。いいよ、いいよ。ありがとう。これよ。いや、今のそうか。このテンス。寝るときにいつも隅っこにいるのは誰？おや、おやすみ。よし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 。はや、おやすみ。まあ、10問いこうや。はや。アメリカの橋は何色？アート界から赤。うわぁ、うわぁ、と待ってくれ。素晴らしい。冴えてるよ。素晴らしいよ。歩いていると後ろから足音が近づいてきました。誰？ヤバおっさん。ヤバおっさんってすまん、止めてもうた。おい、歩いていると後ろから足音が近づいてきました、うん、振り向くとそこにはある動物が思わず怖いと叫んで逃げました。後ろにいた動物は何でしょう？なんて歩いていると後ろから足音が近づいてきました。振り向くとそこにはある動物が思わず怖いと叫んで逃げました。後ろにいた動物は何でしょう？むずー。怖いって言ったのはその見たやつがですか？動物が？ヒントなるんやったらやめてよ。ヒントいらんからね。怖いと言って思わず怖いと叫んで逃げました。まだ振り向いた方ちゃうか。動物？怖い。はい。足音がして、歩いていると後ろから足音が近づいてきました。振り向くとそこにはある動物が思わず怖いと叫んで逃げました。怖い、思わず怖い、怖がらせたいだからな。なんや、脅かしたんや。驚かした。脅かす、脅かせ、驚いた、びっくりさした、びっくり、あーむずだる、叫ばした。うん。振り向くとそこにはある動物が思わず怖いと叫んで逃げました。怖いとむずい、あ怖いと叫んだ動物？今なんておっしゃいました？え？怖いと叫んだ動物って言われたな。鮭。おい、最初の3問のお前どこ行ったんや。怖い。鮭じゃん。何だあれ。怖いと叫んだ。怖いと叫んだ。怖い。怖いと叫んだ。怖い。怖い。ホラー、怖っ、怖いと、いとさけんだ、怖い、こうがいいになる、怖いとさけんだ、子供がいとさけんだやから、いとさけんだの親。
親糸叫んだ。ええねん、それ。めちゃくちゃやないか。いや、もう全くわからん。ヒントもらおう。ヒントというか。ヒントごめんごめん。その、なんか、なんかあります？喋りで。なんか問題文に、なんかヒントが。もう一回言ってください、問題。歩いていると後ろから足音が近づいてきました。振り向くとそこにはある動物が思わず怖いと叫んで逃げました。後ろにいた動物は何でしょう。思わず怖いと叫んだ。思わず怖い、怖いと叫んだ。なんやねんこれ。席うまいんかい。なんやねん。席うまいんかい。これでやってんの。席も関西やな。こうやで。拳の角度ちゃうよ。思わず、ゆっくり。思わず怖いと叫んだ。言ってる。はい。思わず。わずこ、ずこは、怖い、わい、怖いと、わいと叫んだ。ホワイトタイガー。怖いと、ホワイトタイガー。いとさ、いと叫んだ。怖いと叫んだや、絶対な。と叫んだ。あー、気持ちいい。あー、怖いと叫んだ。怖いと叫んだ。いやー気持ちいい、ね、面白いですね。なぞなぞってのはね、気持ちいいね。今の気持ちいいね。テンポ上げていこう。えらいイカと普通のイカがゲームで対戦、ズルして勝ったのはどっち。えらいイカ、イカ様。よしイカ様、イカ様。あれね、早い時早いね。早いね。とある富豪の館に予告状が来ました。それは一人娘の指輪を盗むというもの。予告通り指輪は盗まれてしまいました。しかし指輪は娘がはめています。なぜでしょう。え、うん、富豪の館に予告状が来ました。一人娘の指輪を盗むというもの。予告通り指輪は盗まれました。しかし指輪は娘がはめています。なぜでしょう。早いな、読む。早っ。指輪なぞなぞ、なぞなぞっすよね、引っ掛けじゃなくて。そう、周りの人、横の人を駆除したから、予告状だから娘だけ残った。予告状。駆除、人を駆除。予告状、怖いね。その電車で来てて、もう帰りの電車がもう間に合わなかった。どちらもダイヤが合わなかった。いや、テイスト変わってるやん。ダイヤね。指サイズ、え、何、怪盗、強盗。不合な方に予告状が来ました。一人娘の指輪を盗みます。予告通り指輪は盗まれました。しかし指輪は娘がはめています。ん、予告通り、引っ掛けじゃないですよね。その盗んだやつの娘がはめてるっていう意味。引っ掛けクイズやないかい。ああよ、え、引っ掛けっぽいかもしれない、ね、マジ。指のサイズが、あれで、もう抜けへんか、指輪やったから。あー、くそがよ。なんやろな。ってことは、え、娘ごと盗んだから。イエーイ。なぞなぞちゃうやん。え、急に引っ掛けクイズよ。ほんで、どういう娘ごとこう、娘ごと、まあ、そう、すっきりした。土佐研究の出たね、最後。なんかクイズ急に変わった。オープンしよしよし。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録。